マソアラ国立公園の海岸線、ラノマファナ国立公園に生息するマダガスカルオーナガヤママイワツイナナナのウリンはマダガスカル東東部の6つの国立公園にまたがる森林である。この古い森林は6000万年以上前に他の大陸と分かれたこの島の地理上の歴史を物語ってくれるものと言える。2007年にはキツネザルなどの絶滅危惧種の生息や 生物多様性が評価され、ユネスコの世界遺産に登録された。厚いな七のウリンが存在する国立公園は以下の通りである。世界遺産登録にあたっては以下の国立公園に含まれる13の地域が対象となった。アンドハヘラ国立公園島の南東部にある国立公園で面積は760.2平方キロメートルである。と熱帯ウリンと この島に典型的なゲの多い森林からなっている。アンドリンギトラ国立公園この国立公園も島の南東部にある。面積は311.6平方キロメートルで高山地帯と深い渓谷で構成されている。この辺りの森林は低緯度の熱帯林と呼ばれており、ゲの多い森林、卵化の植物、300種以上のイカンタバ植物などが見られる。 動物賞について言えば、100種以上の鳥類、55種の両生類、13種のキツネザルなどが生息している。マロジェジ国立公園マダガスカルでも、屈指の美しさを持つ国立公園で、熱帯林、山地の小立ち、ヒースの小立ちなどからなっている。60種以上の両生類と116種の哺乳類の生息が確認されている。マソアラ国立公園面積は2100。 平方キロメートルである。砂浜沿いの国立公園で、中意度体の熱帯林を見ることができる。特筆すべきはその生物多様性で、島の生物種の半分が生息している。その中には、キツネザル、オオハシモズ、サンゴショウ、クジラ、荷食のコウモリなどが含まれ、貴重なマダガスカルヘビワシやアカチャーオバズクも生息している。ラノマファナ国立公園面積は410。 平方キロメートルで、島で最も有名で最重要の国立公園である。1986年に金色竹キツネザルが発見されたことを踏まえて、1991年に国立公園が設定された。ラノマファナは20世紀末以降の国立公園の手本となる存在で、114種の鳥類や12種のキツネザルが生息している。 ザハメン国立公園面積は640平方キロメートルで13種のキツネザルが生息している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。違法な伐採や密漁を理由として2010年に危機にさらされている世界遺産リストに登録された。ありがとうございます。